ヤッホーイルカです。今日は自作原付ミニカーの紹介です。といっても私が作ったものではありません。ニヒト工業自動車部というものづくりサークルの作品です。なんとこれは木造ですね。ベニヤでしょうか。このサークルはものづくりが大好きな大学時代の4人のお友達の集まりです。東京ビッグサイトでメーカーフェアというイベントがありまして、イベントの帰りリヒト工業自動車部のリヒトさんにわざわざお立ち寄りいただいて見せていただくことができました。自作原付ミニカーのお話すごく面白いです。ぜひ最後までお付き合いください。なんか昔の自転車の電気、これあこれね、アマゾンで売ってた中国製のライト。でも中 LED 最初は豆球やったんですけど、あんまりに暗くて、ワゴン車のバックランプの電球がちょうどぴったりやったんで、あバックランプね、はい、あのオートバックスみたいなとこ行って見つけたんですよ。原付のフルノそうですね、原付の中に三輪以上っていう分類がありまして、三輪だったらあのヘルメットいらんとか、道路交通法上これ自動車なんでヘルメットいらないです。スピードも60キロ出していいです。出ないですけど、どういうところで作ったの？これあのうちのガレージですね。ガレージ、リヒト工業自動車部のガレージで4人でやってます。大学の時のサークルの延長線上で、これを趣味でずっと大学時代からの友達と、当時は通学車両として考えてたんですけど、今は通勤車両として、屋根のかぶったスクーター、お金のかからないセカンドカー的なコンセプトで作ってます。はい、メーカーフェア東京っていうのがビッグサイトでありまして、これ今帰りですね。あ帰り、ほんで盛況やったんですか。おかげさまでよかった。方に見てもらえて、コンパネみたいなベニヤ板、ほんまにホームセンターで買ってきた普通合板です。ここをもう木を使ってるわけや。こういう、まず1号機はここら辺でぶった切った株の後ろ半分がここについてたんですね。前にあの人が乗る車室をつけたような構造やったんですね。台車に毛が生えたような形やったんですけど、そうするとね、スピード出したらね、ハンドルがこうブルブル震えてシミ現象が起こって、もうガタガタ揺れて走れなくなって、そこからあのタイヤのジオメトリとか勉強し始めて、タイヤのこう曲がる軸ですね、それがどのぐらい傾いてるかとか、トーインとか、そうですそうです、そういうやつポイントとこの辺で調整するんですけど、それを全く考慮してなかったんで、このサスペンションをいろいろ作り直して作り直して3、4回作り直しましたかね。しかもこういうとこ木を使ってやるっていうのはまた面白い、ちょっと押さえる必要があるところなんで、なんかちょっと柔らかめの材料がいいかなっていうので、まあ、木でやってみました。どれぐらいの力がかかるとサスペンションがどれぐらい縮むかみたいな、あの測定器作って測って、あの体重計なんですけどね。ああ、はいはい、何キロぐらいの？185キロ。ああ、まあまあ。軸荷重がここのタイヤ1個あたり75キロぐらいやったかな。中とか見られるんですか？これドア開くんですか？おお、すげえ。見てこれ。外装だけではなくフレームも木造というのが驚きです。足回りにも木材が使われていて、ホームセンターで揃えられるような材料で作られています。はい、簡単に手に入るもので何とかするというところがすごいです。しかし駐車場に入るときですね、一般的な駐車場の遮断機のゲートが車の金属に反応して開いたりするらしく、全く無反応で途方に暮れたということです。いや、もう一回ちょっと開けてもらおう。これ、衝撃的。うわ、すごい。バタフライドアってやつですね。ちゃんと。おー、これは素晴らしいわ。しかも窓ひび行ってるみたいに見える違うんやこれ、はい、溶接でつないで膨らしたんだ。そうですそうです、膨らんだとこに頭入れると後ろが見やすいように。あ、後ろ見えるために膨らましたんだよ。あのバブルキャノピーってやつですね。結構後ろよく見えますよ。いろいろすごい凝ってるえ、大学は学科何やったんですか？機械工学科ですね。ただ車の開発の経験はないですよ。リヒトさんは車に関しては素人だと話します。素人が失敗を重ねて四苦八苦しながらものを生み出す。セオリーを知らないけれども、それゆえに同じ失敗をしたであろう先達の苦労ですね。例えばハンドルのブレとか、そういうのが実感としてわかるし、あるいは別の意味で
セオリーにとらわれないから木製のフレームとかそういう見たこともないような発想も生まれるんじゃないかと思います。さあ、傘置き。普通の車って乗り込むとき濡れちゃうんで、それが嫌だったんで本当はね、ガルウィングにしたかったんですよ。真上に上がる、真上に上がるやつ。走ってるときに風はらんでこうバターンってなっちゃったら怖いなと思って、とりあえず風を受けたら閉まる方向になるように。ああ、これやったらね、はい。まあ、やってみたら案外開くこともないんで、次は上向きにするでしょうね。作れば作るほどいろんな問題が見えてきて、本当に普通の車ってよくできてるなって思い知るんですけど大きいガレージあるんですね、家に。苦労の結晶の水色ナンバーです。道路交通法では自動車扱いで、道路運送車両法では原付扱いというのがミニカーです。自動車なので法定速度は60キロ、2段階右折は不要、ヘルメットも不要、原付なので車庫証明もいらない。それは良いのですが、このナンバーをもらうまでには長い道のりがあったということです。市販品であればすぐにナンバーがもらえますが、ゼロから自作したということになると話が全然違います。簡単にはいかないです。最初は区役所に相談に行って、そんなのは前例がないということで、その後は自家用自動車協会、車検場、軽自動車検査協会、まあ、そんな風にいろいろたらい回しみたいになって、最終は市役所の市民税課で7つの書類を提出するように言われたと。そして1年がかりでやっとナンバーを取ったということです。だからこの水色ナンバーは宝物です。マーさんがです。マーさん、はい。ちょっと、人によってはちょっと目を背けた方がいいのかもしれない。はい、出ました。はい、こちらが今、マーさんが忘れてたリヒトさん。なんか行動走ってるみたいですけど、いいんでしょうか。マーさんガレージのライブで、はい、私の愛車をディスってくださいというコーナーでも紹介されています。わあ、でもこれぶっちゃけ二兆台数レベルなんで、そんなに特殊なものが残ってないんですよ。ただ、いやでも溶接したりとか、まあ左右は一兆台程度ではできんで、できんねこんなんできんねただただ量が多いんですよ。図面をね、全部印刷したら4センチぐらいの厚さになります。あ、これはおー、電装。電装とガソリンタンク。ガソリンって何リットルぐらい？ 5 リッターで設計してますね。ただそこまで入れるとちょっと溢れちゃうんで。溶接して。はい。普通のホームセンターで売ってる 1.6 ミリの鉄板を溶接して、中にコーティング剤があるんですよ。ガソリンタンクのコーティング剤。で、それを塗ってガソリン漏れしないようにして。最低限の工具が入ってる。ないとね、困るんですよ。すぐ止まっちゃうんで。なるほど。そのサークルではこれとか他にどんなの作った？昔はロボコンやってました。最近は私が言い出したんで、これを7年ぐらいか続けてますね。それロボット関係やったらやっぱりプログラムが長けた人でないとね、そういうのはあんまり使わずに メカで。私は機械担当でプログラムは発揮しダメなんで、デジタルシステムはここにしかないです。スピードメーターだけ。あ、スピードメーターがデジタル？デジタル。アナログにもできるんで、今度やったろうかなとも思ってるんですけど、距離が足りなかったんですよ。スピードメーターワイヤーの、ここだけデジタル。あ、いいですよ。座ってもらっても。本当に。いい座り心地は、これ。事務椅子でこう角度調整して、自分が一番運転しやすい角度にしてます。これで通勤してはるんです。連続1ヶ月までは試しました。かなり二度見されますよね、これ。試運転してる時に、ガレージのそば走ってたんですけど、歩道を女性が二人歩いてはったんですね。で、そしたらもう西部劇のガンマンかっちゅうぐらいのスピードで、こう、シャッてこうカメラが出てきて、撮影されて。インスタかツイッターね。そう、どこにさらされてるんやろうかと思って。これアナログのメーターけど、信号はデジタルで処理してるんですよ。ああ、そうか。スピードメーターと音メーターだけ。あと燃料メーターも。ハンドルを、減速するのはあれですね、製材機のギミックをちょっと改良して、帯の子がこうギャーって動くギミックを改良して、回転運動を1000倍分散してるんですよ。ああ、ほうほうほう。うん、前のこれすごい。あんまり回したら潰れたらあかんの。あ、大丈夫ですよ。壊れても直します。クラッチ。マニュアルなんだ。マニュアル、はい。普通の3ペダルのマニュアルです。
ちょっとあれやな。こういうのも取っとく。足つりそうやな。つりそうなんですよ、あの。だっけ？ああ、足つ、あ、ほんまにつるし。これは引いて一足、押して二三四。こういうふうに。はい。バイクなんてシーケンシャルシフトなんですよ。一応4足まで行ったらそこでストップです。何に入ってるかわからないな。わかんないです。一応ね、これ水道管なんです。ああ、フランジのとこ。フランジのとこ。あの、ハンドルのシャフトをなんとか軽くしたくて、水道の塩ビパイプをシャフトにしてるんですよ。本当やこれ。強度も検討して、それで大丈夫だろうと。VP や。ね。そうですね、VP の。VP の感じ。全然違うから。宇宙が飛び交う。いや、VU と VP があんねや。オバのウッドリムステアリングのボスは、VP の水道管のフランジです。あとね、見ていただきたいものがあるんですよ。何やこれ。スタイロサンドイッチの強度試験編。強度試験。これね、3トンで引っ張っても壊れんかったんですよ。どういう検査するの？どうやってどう？エンジンクレーンの間に入れて、ここでギューッと引っ張るんですよ。で、ここがクレーンスケールがあって、ここで何キロ力がかかったかっていうのが分かって、どんだけ伸びていて、どこでブチってちぎれたかっていうのを。どこにそのスタイロサンドのあれを挟むの？こん中に挟んだ。あんや。ああ。でもこれあろうとなかろうと変わらへんねんって。あんまり残念ながら。あ、そうなの、はい、この接着は木工用ボンドです。なかなか乾かないことはなかったですか？乾かなかったですね。それで、シリコンシーラントにしたんですよ。ああ。キーとキーを止めるのは、ウレタン系のやつがいいかな。ウレタンもいいかもしれない。ネタボンドが一液ウレタン系なの。あれ、安くでいっぱい売ってるんで。ネタボンド床板貼るやつ。あれ、ホームセンターでカゴに入れて山盛りで売ってたりするんで。スタイロフォームをくっつけるところはちょっとまだ答えが出てなくて、うんうん、水性系のやつはねとにかく乾きが悪くて片側がスタイロフォームで水分が逃げないんでなかなか固まらへんのですよね。そうそうそう、で気を通してしか水分蒸発しないんですよ。だからシリコンしたら水分で反応が進むやつです。そうですよ、だからもう1日経てばもう完全に固まっていくから。この車も前と後ろは完全に木だけでつながってるんで、うん、それの構造としてスタイロサンドイッチを次使ってみたいなって思ってるんですよ。ぜひぜひ世に広めていただいたら嬉しい。FRP で外もし固めにやったらスタイロフォームをスチロール用樹脂っていうのを塗ったらありますそれがそのまま形になるから曲面とかこういうとこ出しやすい。フレームはスタイロサンドイッチになると思うんですけど、ここは扉は強度に関係ないのでスタイロフォームの上に FRP 貼って成形しようかなとは思ってます、ね、多いんですよ。片側 7.5 キロあるんですこの扉。扉も作ったことなかったんでとりあえず作ってみて重ーってなってこれただの蓋なのにとりあえずあるからっていうので定着の12ミリの水圧使っちゃってめっちゃ重いんですよ。スタイロフォームで成形して FRP で外を覆ったりしたら結構軽くなるかもしれない。その辺やってみたいですね。そうですよね、形も自由にできますね。なんかカッターとかヤスリで削ったら思い通りの形になるし、はいはいはい、やってみてわからんね。わかんないです、作ってみないとわかんないです。結局そういうことやと思うな。いろいろこう言われてるけどやったら違うやんとか。作ってみたらね、中めっちゃうるさくてエンジンマウントがないんですね。そしたら車内に振動が伝わってきてうるさいうるさいなって、うんうんうん、次は頭で考えるだけではダメで論より証拠というのか、実際手を動かして形にしてみたら全然見当違いだったということはよくある話です。理屈通りにならないことも、ものづくりでは普通の話で、それがまた楽しみでもあります。もういろいろアイデアがどんどん浮かんで。ですけど、あの辺新しいアイデアを形にしてきたやつ。原付でも、モーターをプラスして、パワー上げてもいいっていうのを確認取れたんで。電動アシストみたいな感じで。はい。ハイブリッドって言っちゃうと燃費良くなるイメージありますけど、うん、1ミリも燃費良くならないんで。あ、力が増える。力が増える方向の。これは何？バブルキャノピーが今カクカクなんですよ。飛行機のモデルにしてるんですけど、ちょっと窓が。窓が滑らかにでけんかっていうので、素材は。これは、なんかエンビーター。
熱で曲げたんですか？お湯で曲げました。あ、お湯、お湯を循環させながらずっと熱をかけてゆっくり曲げる感じでやったんですけど、これだけ曲げるだけでガスボンベ2本使い切っても完全には曲がらなくて、湯気でどん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 逃げてっちゃうんですね。だからもうちゃんと蓋せなあかんなっていうのが今分かったところです。いろいろ奥深いですね。深いですよ。もうやればやるほど泥沼に引きずり込まれていって。でこれ何キロぐらい走りました？3400キロぐらい。3400。はい。失礼を顧みずに言うならば、この車を見た第一印象は、まあ常識的な一般人の感覚として、これで公道を走れるの、そういうのが正直なところかもしれません。実際リヒトさんが役所の公園管理部門にテスト走行の相談をしたところ、ナンバープレートついてない車が走っていいわけないよね。そういうふうに言われてぶっきらぼうに門前払いされたということです。それだけにリヒトさんが1年かけて書類を揃えてナンバーを取得して初めて公道を出る時の感動というのか、ドキドキワクワク感は半端ないものだったと思います。ついにやったぜという感じだったと思います。自分の頭で考えたものを自分の手で形にする、周りには無理と思われていることだけど自分ではきっとできると思う。それを信じて実現することの楽しさ。その気持ちがものづくり、研究開発の根幹だと思います。夜明けの道を2号機に乗って職場に向かうリヒトさんを想像すると、私はね、ライト兄弟の言葉を思い出すんです。それは、私たちはいつも夜明けが待ち遠しかった。そういう言葉なんです。数々のトライ&エラー、カット&トライを繰り返して、どれだけ裏切られても、気が遠くなるような手間がかかっても、どこからか次のアイデアが泉のように自然に湧き出してくる。そしてそれらを試すために毎日夜明けが待ち遠しい。ものづくりの楽しさの全てはそのことにあります。今日も最後までお付き合いありがとうございました。それでは次の動画で、またお会いしましょう。